こんにちは。428続きから読んでいきたいと思います。前回玉編の方でバーニングハンマーがなんか間違ってリサイクル業者に引き取られちゃったんだよね。でチリさんとタマで一緒に探すことになったんだけど、チリさんをタマと別行動にしたことによって今回多分みのりかわさんのストーリーが進められると思います。じゃあ行きましょう。うん、こっからか。じゃあどんどん飛ばしていけばいいかな。ん？あ、こっからもう変わるんだ。カノーくんの彼女ですね。うん、原稿を仕上げる方が先だ。はい。で、原稿を書いてたら、盗聴器の音が聞こえます。盗聴器の音っていうか、緑川さんがもともと盗聴器センサーみたいなの持ってたんだよね。で、それが、あ、チリさんになってる！こっから変わるんだ！そう、前回っていうか前、ここ読んだ時は愛さんだったんだよね。で、愛さんに多分盗聴器が仕掛けられてるんじゃないかっていう感じだったんですけど、チリさんになってます。ご注文を繰り返させていただきます。和風ハンバーグがお一つ、明太子スパゲティがお一つ、チキンドリアがお一つ、オニオングラタンスープがお一つ、フルーツパフェがお一つ、めっちゃ食う。チョコレートパフェがお一つ、またパフェ来た。デラックスチョコレートパフェがお一つ。以上で本当によろしいですか？これ3人ぐらい来るのかなみたいな。ウェイトレスが恐る恐る確認を取っている。ウェイトレスのティップを読みます。あ、やっぱりそうか、柿沼涼子さんだった。確か、あっちのすごい最初の方に、道でたまたますれ違ったんだよね。緑山学院大学法学部の2年生。バイト先のこの店に来る途中で、ホスト風の男たちに絡まれ、5分遅刻してしまった。店長からきっちり5分分のバイト代を削ると言われ、少しイライラしている。ケチだね。キャラメルシェイクのラージサイズを忘れてるわよ。奥の席に陣取った太めの女が不満げに言った。ああ、すみませんでした。ウェイトレスは慌てて手元のオーダー表に書き加えた。すごいね。なんか大食いチャンピオンになれそう、そこまで行くと。とりあえずそれで、太めの女はことも投げに言った。とりあえずということはさらに注文をするつもりなのだろうか。確かに。パフェのデザートにまた何か他のって感じか。どんな食べっぷりをするのか気になりながらも、みのりかわは再びキーボードを叩き始めた。なんかね、やじ馬するような人だとは思わなかったんだけどね、みのりかわさん。結構やじ馬しますよね。あ、違うパターンの写真来たな。今度はなんだ？さっきとは微妙に違うような気がするが、また妙な音が聞こえ出した。違う音なのかな？しかも近い。今度は一体何なんだ？変わったね。ガラッと変わったね。なんかこれまた A 選びたくなるな。どこから音がしているのか気になる。うん。そう思って、みのりかわはその音の出どころを探した。辿っていくと、自分のカバンの中だった。うん。はい。ここで A 選んだら、前に見た愛さんとの喧嘩エンドに直行だったので、B を読んでみましょう。いや、今は原稿を仕上げる方が先決だ。うん。再び執筆作業に没頭する。すぐに妙な音も気にならなくなった。いや、気になるけどね。何回でも言うけど気になる。わー！すごい！すごいね。4人で来た時みたいな量食べてんじゃん。周囲から注がれる高貴な視線をものともせず、太めの女は注文した料理をすべて平らげた。すさまじい食べっぷりだった。全部食べきるのに3分とかかっていない。いや、まさかまさかまさか。まさかでしょ、それは。太めの女は苦しそうにするわけでもなく、至って平然とした様子でメニューを手に取った。なんだっけ、知ってる人いるかわかんないけど、スケットダンスっていう漫画で、委員長だっけ？あ、忘れちゃった。委員長がこんなキャラだったよね。食べるの早すぎて、食べ物が消えていくみたいな。そんな子いたわ。まさか。まだ何か注文するのか。あ、キャプテンだ。緑川さん、緑川はこの太めの女に興味を持ち始めていた。これは記事になるのではないか。おー、確かに。すぐにいくつかの見出しが頭に浮かぶ。天才だな。3分で3万キロカロリーを摂取する女。もう一つパンチが欲しいところだ。いやー、十分でしょ。3万キロカロリーのティップを読んでみましょう。
ショートケーキなら100個分、牛乳ならコップ300杯、ステーキにライスをつけたら30人前ぐらい。そうだよね。1日のカロリー摂取量の目安の何日分って感じだよね。肥満と健康を考える。ダメだ。これじゃ婦人誌の企画だ。いいな、みのりかわさんの婦人誌読んでみたい。1日で渋谷を食い尽くす。シュイーン。これだ。グルメレポートと絡めれば、なんとか企画としていけそうだ。みのりかわは席を立った。うん。すげえな、あんた。いつもそんなに食べるのか。太めの女に声をかけてみた。じろりという目で睨まれた。いつもってわけじゃないわよ。太めの女との間に微妙な空気が流れる。ここでズバッと話しかけられんのがみのりかわさんのすごいところだよね。誰もできないよ。あまりにも直球すぎたか。相手は若い女なのだ。少し言い方には気をつけよう。あら、紳士だこと。だいたいあんた誰よ。太めの女が尋ねた。俺はフリーのライターなんだけど、ちょっと君を取材させてほしいんだ。なんか新手のナンパみたいだな。私を取材？太めの女の顔に猜疑心が浮かんでいる。ほら、世の中にはダイエットで悩んでる子って多いだろ？そうみたいね。だから食べても太らない秘訣みたいなものを教えてくれないか。あら、なんか女心わかってるな、みのりかわさん。私に？だって君はこんなに食べてもちゃんと体型を維持できてるじゃないか。かっこ冷や汗みたいな。お！まんざらでもない。太めの女の表情がにわかに明るくなった。やっぱりわかります？実はいろいろと気を使ってるんですよ。あ、そうなの？ほう。基本的には1日10食って決めてるし。1日10食。みのりかわがすっとんきょうな声を上げると、太めの女はにやりと微笑んだ。それって少ないっていうつもりで言ってんのかな？いい顔。ダイエットというものを分かってないわね。1日に1食や2食しか取らないっていうのは逆に太ってしまうものなのよ。少しずつの量を何回にも分けて食べる。これがダイエットの基本よ。あー、まあなんだろう。その理論自体はあるよね。ちょっとずつ小分けにして食べるみたいな。でも1回1回めっちゃ食ってるからな。どこが少しずつなんだ。ツッコミを入れたくなったが、みのりかわはぐっとこらえた。おー、積極的。なるほどね。他にもこだわりダイエット法とかある？基本から言えば、お茶の代わりにプロテインかな。お茶の代わりでは飲みすぎだろう。みのりかわはツッコミを入れたいのをこらえるので必死だった。それからあとは、あー、そうそう。バーニングハンマーっていうのもあるけど、あ！ここできたか。太めの女が苦笑しながら言った。え？バーニングハンマー？みのりかわは思わず、身を乗り出した。あ、知ってるの？風の噂で。とりあえず即売会の取材に行くことは隠しておいた。すごいね、繋がってくね。興味あるんなら即売会に来てみる？ちょうど今バイトしてるんだけど。すごいね、ちょうど行きたかったとこの地図をくれるっていう。太めの女は即売会のチラシを差し出した。見ると会場の詳しい地図が載っている。思わぬ幸運だった。ねえ。これで企画書の分かりづらい地図に頼る必要はない。ちゃんとビルの階数も分かったので、間違いなく会場にたどり着けるだろう。じゃあ、そろそろそのバイトだから。いやー、女神だろう。チリさん、女神だろう。ああ、取材協力に感謝する。俺はもう少し原稿やったら行くよ。太めの女が店を出ると、みのりかわはパソコンに向かった。これもしかして記事一つかさ増しになるんじゃない？時間短縮になってんじゃない？もしかして。どうなんだろう。一個消すのかな？バーニングハンマー即売会の情報を入手できたのは良かったが、その分時間をロスしてしまった。ああ、そっか。もともとロスしてたからね。監視カメラの原稿はまだ完成していない。監視カメラはね、あっちのパパとか、ゴミ拾いのなんとかさんに聞いたやつだよね。並行して書いていくのかな。とにかく即売会が始まるギリギリまでここで粘ろう。キーボードに指を置いたものの、ふと思い立って携帯を手にした。遠山がまた妙な気を起こしていないだろうか。また首でも吊ろうとしていたら。そう思うと不安で原稿にも手がつかない。うん。
誰かついてた方がいいんだよな。あー、電話してんのね。電話は数回の呼び出し音の後につながった。お昼行ってんじゃなかったっけ。遠山さん、今どこにいる。今はん、なんだこれ、小島松島あたりを逃走中だ。逃走中待って、これこのティップなんだろう。あ、小島って読むのね。高級住宅地、都会のど真ん中にありながら緑が多く閑静なところ。2200平方メートルという広大な敷地に建てられた旧都知事公館はここにある。へえ。少し南に歩くと怪しいホテル街があり、ギャップがすごい。あー、神奈川県の横浜市で言うと野毛のあたりかな橋渡ったらホテル街みたいな。すごい、ローカルネタ言っちゃった。なんで逃走中なの。妙にひそひそ声だった。消灯？お前が社を出て行った後に借金取りがやってきてな。ああ、逃げた。え、借金取りって夕方に来るんじゃなかったの。死んでなくても状況が悪いことには変わりがなかった。みのりかわは苦々しく思いながら言った。うん、どっちだろうこれ。これ多分どっちかでバットに行けるなバット回収したいっていう。とりあえず A 選んでみるか。あまり動かずにじっとしてろ。うん、じっとしてろってどうしたらいい。走っている途中なのか、声がキレキレに聞こえてくる。どこか隠れられそうなところを探してやり過ごせ。わかった。遠山の力ない声を最後に電話を切る。みのりかわは大きなため息をついてから再びパソコンに向かった。花ちゃんが心配だよなそれ。あー、キープアウト。そっか、ここでキープアウトか。うん、お話進んだけど、やっぱり選択肢がもう一個気になるよね。遠山へのアドバイス。まあ、同じくキープアウトの可能性もあるけど、B 選んでみましょう。すぐに出版社に戻っとけ。うん、出版社？すぐ見つかっちまうぞ。遠山が泣き声を上げた。裏を書くんだよ。借金取りもまさかあんたが出版社に戻るとは思わないだろう。なるほど。遠山は感心したように言う。いや、速攻で見つかりそう。とにかく記事が出来上がるまで隠れていてくれ。わかった。遠山の力ない声を最後に電話を切る。みのりかわは大きなため息をついてから再びパソコンに向かった。あー、キープアウトなのね。わかった。じゃあ遠山さんは一応出版社の方に隠れててもらおう。うん、かわいそうだけど。じゃあタマとみのりかわさんと大沢さんもかがキープアウトになったので、残るはアッチとカノーくんか。どっちかな。あ、アッチ思うか。じゃあセンター街を疾走。12時。アッチとひとみちゃんが今どんな感じかっていうと、外国人グループの青いワゴンを見つけはしたんだけど逃げられてしまったっていう感じですね。で、青いワゴンが行ってしまってどうしようってなってた矢先に杖の男がやってきたっていうところで、まあ、青いワゴン探しつつ、こいつからも逃げなきゃいけないっていうところですね。大変だ。はい。で、センター街にやってきました。センター街の裏道を白いスニーカーとパンプスが疾走する。アチは周囲を確認してから、瞳を連れてビルの隙間へと滑り込んだ。お得意の。白いパンプスが汚れてしまう。ここなら絶対見つかんねえよ。こんなとこ知ってるやつまずいないし。辺りを見渡してから大きく肩で息をした。どうやら振り切ったようでちょっと安心した。まあね、足引きずってたもんね、確か杖の人。 KOK にいた頃はほとんど毎日センター街に繰り出していた。もともと KOK は地元の若者たちがただなんとなく集まってできた集団だ。うん、 KOK のティップ3回目ぐらいだね。もう一回読んでみましょう。かっこいい、俺たち渋谷を今日も行くを略して KOK。 あっちーなんかそんなことだろうなとは思ってた。命名はあっち。気の合う仲間とつるんでまったりするだけの集団だったが、売られた喧嘩を買っているうちにいつの間にか渋谷一のチームと呼ばれるようになってしまった。あー、強いんだね。じゃあ無意味にダラダラと時間を潰す、そんな毎日がとにかく楽しかった。しかし楽しいことばかりではなかった。渋谷の街を汚したり荒らしたりする奴らがいる。そういった連中をアチは許せなかった。うん、一番多かったのがタバコのポイ捨てや落書きをする連中だった。
優しく注意しても聞かない奴らにはちょっと強めのお仕置きをしためちゃくちゃいると思うけどね、渋谷なんて。逆にヤンキーから喧嘩を売られることもあった。そんな時はやや強めのお仕置きになった何なのその言い回し。薬の売人、強盗、痴漢といったどうしようもない連中には全力で本気のお仕置きをした。まあ正義感すごいけどね。そんなことをしているうちに KOK は自警団としての色を強めていき、やがて渋谷最大のチームと呼ばれるようになったのだ。あ、素敵ですねこの写真。しばらくここで様子見だな。ビルの谷間の薄闇がアチと瞳を包み隠す。問題はこれからだった。瞳は青いワゴンを探している。だから杖の男に見つからないようにしてもう一度待ち合わせの道玄坂へと戻るべきだとアチは考えていた。大変だなキャパオーバーだよ。アチさん、瞳が小声でつぶやいた。ん？ここからは一人で大丈夫です。立ち上がって深々と頭を下げた。また行こうとしてるのか。またその話かよ。大丈夫なわけねえじゃん。相手は銃持ってんだぜ。女の子が一人で立ち向かうには危険すぎる。いろいろとありがとうございました。瞳が路地から出て行こうとする。ちょっと待てって。いやーなんか抱え込んでんな。気持ちは嬉しいんですけど、アチさんをこれ以上危険な目には。だからそれは。食い下がるアチの声を瞳の声が遮った。あと、そこまでして助けてもらう理由もありません。おお。そっか、突き放そうとしてるんだな。瞳にきっぱりと言われてアチは。A、それでもなんとか助けになりたいと思い、しつこく食い下がった。B、確かにその通りだと思い、引き下がることにした。いや、B はありえないよね。まあ、A の方が正解っぽいんだけど、B 先に見てみましょう。確かにその通りだと思った。うん。バッドエンドいかないかな。お？その時、裏路地が少し明るくなった。ビルの上階で、あ！誰かが照明をつけたようだ。これ！あれだ！キープアウトにどっか飛べるやつだ。待って、ビルのティップ先読ませてね。はい。あ、野金ビルだったんだ、ここ。野金ビル。7階建ての雑居ビルだが、10年ほど前から幻の13階があるという都市伝説が地域住民の間で囁かれるようになった。え、何それ。本日上階でダイエット食品の即売会が行われることになっている。え、何、428って都市伝説の話とかも絡んでくんの最強すぎるだろ。え、待って待って。じゃあ誰に飛ぶかだけ先に見せてね。誰か、あー、たまに飛ぶのね。オッケー。じゃあ後で飛んでいきましょうか。ひとみちゃん。その明かりがひとみの表情も照らし出す。引き下がろうとしたアチはひとみの目を見て思い直した。強気に突き放そうとしているものの、そのひとみには不安の色が浮かんでいる。この子を一人で行かせてはいけない。しかしただ一緒に行くと言ってもこの子の優しさはそれを拒むだろう。瞳。アチは緊張した面持ちで瞳を見つめた。ペットボトルは、どうやって捨ててる？何その切り口。すげえな。思いがけない言葉に瞳は戸惑う。キャップとビニールを外して、中を洗って、潰して。正しいわ。瞳の答えにアチは大きく息を吐いた。よかった。独特。何が良かったんですか？おー、壁ドンだー大興奮。それがあんたを助ける理由になる。環境に優しい人間に俺はすごく優しい。なんたって俺はエコ上等だから。そうだな。喧嘩じゃない。エコなんだよな。アチはエコ基地のついたシャツを指さした。なんだこの壁ドンシーンは。私がペットボトルは分別しないで捨てるって言ったらどうするつもりだったんですか？そういう人間には環境教育が必要だからな。教育のため一緒についていくつもりだった。あー、なるほどね。どっちにしてもついてくるつもりなんですね。
リサイクルに関心があるって分かった以上、俺のテンションは上がりまくりだぜ。そう言うとアーチは得意げに笑った。結構ベストカップルかもしれないな。わかりました。それじゃあ、よろしくお願いします。もう少し力になってください。なんだろ、告白シーンみたいだね。ヒュー！瞳は小さく微笑んだ。やっぱり可愛いなぁと思った。そうね。いいわね。おー。来たね。ビルの隙間を出たアチと瞳は、裏道を通って再び道玄坂へと向かっていた。大通りを行くよりも遠回りになるが、杖の男に見つからないためには仕方がない。てか、本当に渋谷にこんだけ汚いとこあんのかな？ちょっと脚色してんのかな？隣を歩いている瞳は深刻な顔をしている。姉の身を心配する気持ちは、アチにも痛いほど分かった。可愛い子連れちゃって、いい気なもんですね。どこからか茶化すような声が聞こえた。あ！この人、前会った人じゃない？ほら、エコ吉さん、こっちっすよ。若い男がアチを見て、ニヤニヤと笑っている。鼻の先、怪我してんのかな、この人。そのそばにも男が二人。あ、でもなんか、意外と見たことない人たちだな。これ KOK の人たちかな。みんな見覚えのある顔だった。KOK のメンバーだ。うん。アチさん？瞳が不安げな声を出す。なんでもね、気にしないでいいから。アチは男たちの前を素通りしようとした。あー、出た出た。あ、無視すか？やっぱ礼儀がなってねえな、勝手に仲間抜けちゃうような人は。多くは、男たちがアチの前に立ちふさがった。グロマブじゃん、この子、紹介してくださいよ。何グロマブって。あ、そういうこと？とても美しいという意味の造語。グロは、グロテスクを短くした言い方であり、一種の誇張表現である。これに美しいという意味を持つマブイがくっつき、グロマブとなっている。ゲロマブ、バリカワ、ゴンイケなども、ほぼ同義で用いられる。そういう意味か。悪いな、急いでるんだ。これ昔は流行ってたのかな、この言葉。アチは愛想笑いをした。急いでる？なんだっけこれ、丸山町っすか？あーもう我慢できないんだ。あちいなあ、あちさん。おあちいねー。一斉に猿のように騒ぎ出す。おあちいねーになぜかティップがあります。おあついね。仲睦まじいカップルを冷やかす古典的な言葉。あちの名前にかけているらしい。そうね。私もあちあちって言うとき、あちのこと思い出すもん。コーヒーがあちあちですねって。ギャハハ！あちぃ！おあちぃ！あちっちぃ！あちっちぃ！ここまでバカにされるとさすがに頭にくる。おー、選択肢だ。A、一発ぶちかましてやらないと気が済まない。B、いやしかしここはぐっと我慢だ。なんか選択肢多いね。ちょっと殴っとくか。A、殴っておきましょう。あちは男たちに歩み寄った。おお、本当に殴った。鋭い音がして男たちの一人が地面に這いつくばる。悪いな、礼儀知らずで。口調はひょうひょうとしていたが、眼光は獲物を狙う鷹のように鋭かった。すごいな。大丈夫ですか、あの人。瞳は倒れている男を気遣った。優しいね。平気平気。これぐらいで倒れているようじゃでかい顔できねえって。アチはケロリとした口調で言った。ああ。はじめまして、アチさん。え、誰？ん？誰誰？いつの間にか、すぐそばに長身で、目つきの悪い男が立っていた。全身から危険な雰囲気を漂わせている。なんか前歯の出し具合がすごくいいですね、この人。誰だ、お前。見たことのない顔だった。おー、すごい釣り目。桐生陽次って言います。アチさんが抜けた後に KOK に入りました。今、シンさんの元でナンバー2をやってます。寝踏みをするような目でアチの顔を眺める。ちょっと失礼します。編集中にキリュウさんのティップ読んでないなって気づいたので、後から撮ってます。キリュウ幼児。
はい。数ヶ月前までは池袋のチームで活動していた袋のシャチと呼ばれ、抗争相手はどんな手を使っても叩きのめしてきた。しかし、あまりのクレイジーぶりにチームを追い出され、最近になって渋谷に流れてきた。あ、そうなんだ。袋のシャチってダセーな。初代ヘッドのレジェンド、いろいろと聞いてますよ。なんか強そうだな、この人。初代ヘッド。久しぶりに聞く呼び名だった。仲間や渋谷のために先頭に立って喧嘩をしているうちに、いつしか KOK の初代ヘッドに祭り上げられていた。もっとも、仲間たちがそう呼んでいるだけで、あちに初代ヘッドという意識はあまりなかった。渋谷の街を楽しむのに上下関係はいらない。それがあちの理想だった。うん。わー、ダッサいジーンズ履いてる。やべえ薬の売人をボコったとか、ヤクザに、何?拉致監された仲間を救い出したとか。ほんと尊敬っす。キリュウは蛇のようにチロリと舌を出した。拉致監のティップ読んでみましょう。拉致監禁の略。まあそうだろうね。しおれ。頬に傷のあるお兄さんと喧嘩したら拉致監された。ごようれ。拉致監の新曲いいよね。ありそう、なんかそういうの。どっちもあまり言いたくないセリフだ。薄気味悪い態度に瞳は怯えているようだった。んなもん昔の話だろ。思い出を振り切るように言った。いいっすよ、謙遜しねえで。俺たちも負けねえように KOK でっかくしていきますんで。気になる一言だった。うん。勢力拡大みたいなことを始めれば、それはもう渋谷を楽しむ集団ではなくなってしまう。そうだね、日本を楽しむ集団になっちゃうね。どういうこっちゃ。KOK を大きく?シンもそんなことを言ってんのか?ごめん、待って、この人、シンだっけ?進むだっけ?あの人。アチの問いにキリュウは答えなかった。キリュウさん、意味深に口元を歪めて笑っただけだった。うん。いずれにしても、この礼儀知らずの連中は、ギロチンにかけておきますんで。え?死刑ってこと?その途端、周りの男たちが急に騒ぎ出した。待って、ギロチンって何ですか?日本語では弾頭台。第二うつ伏せに流された人の首に上から重い刃を落として切り落とす死刑を執行する道具。うん。フランスで発明。内会で国民議会議員だったジョゼフ・ギオタンがこの処刑方法を提案したため、その名を取ってギオタンと呼ばれる。へぇ。ギロチンって英語読みなんだ。ルイ16世やマリアントワネットはギロチンによって処刑された。あ、そうだよね。はい。ちょっと待ってください。ガチでギロチンかけるってこと?どういうこと?ギロチンだけは勘弁してください。哀願する男たちをキリュウは無視している。おい、なんだよギロチンって。アチが聞くとキリュウは楽しそうに言った。何すんのギロチンって。ギロチンはギロチンですよ。やべえ、眉毛の途中剃ってる人だ。男たちを連れてキリュウは歩き去った。気にはなったが、今のアチは口を出せる立場ではない。しゃあねえや、行こうぜ。呆然としていた瞳の手を引いて歩き出した。